です。本日の動画をご覧いただき本当にありがとうございます。本日ご紹介しますのは川崎ゼファー海運、なんと FX 外装ですね。非常にこだわったカスタムがふんだんに使われている1台です。早速ご紹介していきたいと思います。はい、ではまずフロント周りからですね。ヘッドライトはですね、丸目一灯ですね、レンズ大きな割れ、サビ腐食、そういったものも出ておりませんね。ウインカーはですね、大きな大型のものに変更されております。そして川崎の三つ股カバー、そしてコアススタビライザーですね、フロント奥からの大きなにじみ、オイルにじみ、オイル漏れ、そういったものも見受けられません。フロントフェンダーはですね、メッキのものに変更されております。はい、足前ですね、ホイール、ブラックのホイールですがね、大きな削れ、曲がり、そういったものも見受けられません。ブレーキはダブルディスク採用です。サビ腐食、そしてね、キャリパーの引き差し、そういったものも見受けられません。メッシュホースを採用しております。ではサイドもあってエンジンですね、ヘッドからの大きなオイルにじみ、そういったものも見受けられません。キャブレーターからのガソリン漏れ、そちらも見受けられません。パワーフィルターを装着しております。そしてね、プラグコードは NGK、 ポイントカバーはビートのポイントカバー、こちらが装着されております。多少ですね、立ちぼけ傷ありそうですが、機能上問題はありませんね。はい、ステップはですね、純正オリジナルを採用しております。もちろんですがね、大きな曲がり削れございません。はい、そこでサイドカバーですね、 Z400FX 非常に目立ちますね。はい、そしてマフラーです。中野缶、こちらが装着されております。音は後ほどご紹介します。非常に楽しみですね。はい、ではリア足前です。フロント同様ですね、ブラックのホイールですね、大きな曲がり削れございません。もちろんブレーキの引きずりね、そちらもね、なさそうです。はい、ではリア前ですね。はい、FX のね、四角いテールがね、またこれ直径ですね、非常に決まっております。反対回ってシートです。はい、タックロールシートですね、非常に足つきが良さそうですね。大きな破れ切れございませんね。タンクです。はい、タンクですね、こちらもね、 FX 外装タンクですね、角張っててね、非常に凛々しいタンクですね。塗装剥がれ、へこみ、そういったものも見受けられませんね。タンク内ご紹介します。はい、もちろんですがね、大きなサビ腐食出ておりませんね。はい、ではエンジン始動といきます。ビートのハンドルクランプがね、また光りますね。はい、それでは引き上がります。はい、ではマフラーオンです。こちらの1台ですね、非常にこだわりの詰まった1台です。サウンドもね、素晴らしいサウンドですね。気持ちよくクルージング、ぜひこのゼファー海でお待ちしております。